この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。はい、こんにちは。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 ちょっと疲れてます。そうですね。ちょっと今週お忙しいですよね。忙しいんです。ちょっと出張も多くてですね。でも今日はだからこうやってね、はい、南畑中之島公園に癒されに来ました。もう稲刈りも終わった。そうなんですよ、もうだいぶ青々と逆に伸びてきちゃってますね。新米用意してなかったですね。あ、新米もそろそろ出てる。あ、マジっすか。食べました、しおり。じゃあちょっとゆっくり食べましょう、今度おにぎりでも。佃煮と一緒に。佃煮といえば、はい、いや今今週は、はい、まあ南畑もそうですけど、中川市全体がこうめちゃくちゃテレビに、そうですね、ラジオに出まくってますよね。出まくってますね。厳しいですよね。そうこのポスターもここにありますけど、はい、ふるさとウィッシュ、はい、もう月曜日から始まってね、これ放送金曜日なので、はい、もういろんなとこで見かけてますよ。はい、1週間ずっといっちゃんがついてます。 KBC ずっといっちゃんがねKBC ずっとついてます。あれいつ流れるか分かんないから、ね、そうなんですよ。ずっと見とかないといけない。ずっと見てます。だから、まあ、まずすごいですよ。 CM 女王じゃないですか。女王ではないですけど、シホリンと、うん、あとは移住されたご家族が一緒にですね、寺井さんと寺井さん、美術散歩の曽根岡さん、寺井さんのお宅で撮影されてる。あれ寺井さんのお宅ね。そうです、そうです。なんか壁塗ったりとか、なんか美味しそうなパン食べたりとか、屋根の上に草が生えてる。そうなんか楽しそうに暮らしてますみたいな。いやあれ結構インパクトありますよ、CM。 はい、なんか上手にまとめてありましたね。お子さんも出てるでしょ。そうなんです。パプリカをですね、踊ってくれって言ってずっと音がかかってたんですけどいつも踊るなって言っても踊るのに踊らないんですよ。そういう時に限ってですね。カメラこう構えてる。そうなんです。カメラを構えるとなんか恥ずかしいとか言って踊ってくれなかったんですけど、まあ、最後若い男性の方がちょっと心を掴んでタッチとかしてるシーンが映ってました。なるほど。いやもうこれ市民総出で、昨日この放送収録日の昨日も、はい、ビアガーデンがこう皆さん出てました。生産者さんと一緒に出てましたし。あ、そうなんですね。そうそれとこの NRS ラジオのこともですね、夕方の番組で取り上げていただいて、はい、視聴数が上がるかもしれないですよ今週から。そうですね。それなんか空からドローンで、うん、撮影した空からの映像もとてもよくって、はいはいはい、あれ南畑の方もずっと映ってましたもんね。真田とかをずっと映してあって、ズブイリ橋のあたりとか。ああ、なるほど。すごい小さい子がみんなが移り住むんだってみたいなこと言われてすごい可愛かったです。いや、もうそれとあれですよ、今日ちょっとこうお休みですけど、春春のラップ。そうです、春春のラップ、私がまだ見てないんです。いや面白かったね。面白かった。朝から釘付けになっちゃいました。朝7時台に。そうです地域おこし協力隊がラップを歌うっていう。ちょっと手止まっちゃいましたもん。はぁって思いながら、お滝でですね、スイッチが入るっていうですね。急に歌い出して外国人のレポーターの方だったんですよ。そうそう、もうキョトーンとしてた。してました、してました。みたいな感じでしたよね。いやすごかったです。すごい。ちょっといつものメイクはなかったっていうことでちょっと残念ですけどね。まあそうですね、まあでも敬老会このねあったんでしょ、敬老会。そうなんです、ナルタテクの、そうですね、敬老会で、余興としてラップをしてくださったんですけど、どうなんですか。私初めて見たんですけど。生で見て衝撃を受けました。いやすごいなと思って。敬老会っていわゆるね、もう70歳以上のおじいちゃんおばあちゃんがいるわけでしょ、はいはい、どんな反応で見てるんですか。キョトンでした。でも確か今回で2回目なので、ね、かなりなるたけの方たちも免疫がついてきたんじゃないでしょうか、うん、やっぱ1回去年呼ばれて今年も呼ばれるってことは、やっぱ期待されてるってことですよ。今年は保護者の小学生の子たちも出るんですけど、その保護者さんたちも、あ、じゃあママさん世代、パパさん世代ね、見たくて残ってました。去年見れなかったから今年は見たいって言って残ってました、ずっと。あ、そうか。これ初めて聞く人にわからないかもしれないけど、この番組の一緒にやってるね、はい、パーソナリティのはるはるは、はい、まあ、この、ね、地域おこしを頑張ってる男の子なんですけど、移住でね、はい、で彼が昼は、まあ、真面目な姿をね、まあ、
でやってるわけですけど、まあ、夜になると、ラッパーになるという、そうですね、ラップバトルとかで、で本当にあの曲も作られて、天の川とかのその曲は、ね、NRS ラジオの土曜日の番組とかでもなってるし、あの iTunes かなんかで販売とかもしてますもんね。はい、でも私、ね、キッズ P もですね、あのこの間ラジオで南畑宣伝してきたんですよ。そうあの夜の、ね、7時からのラジオ、はい、KBC ラジオの番組に出させていただいた時に、はい、あのこちらのボーブラ会議さんのピーマンの佃煮を、ね、持ってってちょっと聞いてみましょうか。はい、タレみたいなのが、私あの今日中川市の方から参ったんですけど、おいおい、中川市というと南の方に南畑地区って結構まあ田舎の方ですけど、おいおい、そこ の, あの地元の方がボーブラ会議さんというところが作られているピーマンの佃煮を、何それ、うわ今抹茶色だからちょっと甘い味噌系かなと思ったら香り変えてみて、めっちゃピーマンの香り、うまい、ほんとだ、おいしい、おいしい、ご飯のお供にもいいしお酒にもいい、中川から来たんですか。そうなんです、今日は中川ということでですね、 ありがとうございます。お土産みたいな感じで持って行って、キヨコさんっていう、まあ、あのパーソナリティの方とね、はい、サンキューさんっていう結構テレビとか出てる方ですよ、と一緒にね食べていただいて、本当に絶賛してましたよ。そうですか、うん、それはぜひ、ね、中川に来た時には今のところ夢畑ですね。そうそうそう、夢売ってますって話もしてきたの で直接お問い合わせいただいても全然受け付けられるので、ぜひこれ本当に美味しかったです。ありがとうございます。楽しんでいただきましたよ。宣伝もしていただいてありがとうございます。本当にですね、今日のサウンドを行きましょうか。じゃあ志保さんコールお願いします。サウンズオブ南畑。はい、このコーナーはですね、はい、まあ、南畑の、まあ、季節とか、ね、この1週間行われてきたことを、まあ、ラジオですので、はい、音でお伝えするコーナーですが、はい、今日は、マキマキが撮ってきてくれました。何でございましょう。じゃあ今日は美術散歩に関わる音ですね。なるほど、お、なんだろう、ちょっと楽しみな音ですよ。お、なんか何ですかこれは、エンジンの音、稲刈り機。そうです、これは美術散歩、今年の美術散歩の時に、走るトゥクトゥクのに乗っている時の音です。トゥクトゥクっていうと、乗り物ですよね。そうなんです、なんかなんて言ったらいいんですかね、もともとあれでしょ、東南アジアとかタイとか、そうですそうです、そういうところで乗られてる、うんうん、まるでこうもう本当に外ですね、うんうん、ゴルフカートみたいなのを大きくしたような、まあ、もっと屋根があるだけで、ね、はい、こう周り空気ですよね。そうなんですよ、うんうん、それが2台今年ですね、はい、ビスサンプの会場、南畑の地域を回って皆さんをこう、お連れするっていうことに なってますので。何人ぐらい乗れるんですか。8人乗れるんですか。そうですね、大きい。それで結構乗ってると本当に楽しいんですね。なんかもういろんな乗りました、お二人乗りました。あ、そかそか、マキマキ乗った。乗りました。どんな感じ。もう乗るだけでこうもうワクワクする感じです年がいもなくっていうかですね、年がいもなくとかまた言ってるし本当に本当もうそれで乗るとこう、うん、みんなこう向こうの沿道の方たちも笑顔になるんです、うんうんうん、そうね、まあ、まず珍しいしね、ああいうのが知ってるとね、はい、もう南畑のロケーションになんかぴったりでした、うん、マジですか。なんかこう田んぼ道をトク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 走ってですね、まさにトクトク走るわけですね。でも結構国道は結構40キロとか出すんですよ、うん、はいはいはい、それもまた楽しいし、そうね、普通の車と同じねエンジンだもんね、はい、あれね。なのでこちらの方もぜひ楽しみの一つにですね、していただいて。どっか発着場みたいなのがあるんですか。中之島公園からずっとぐるっと回ります。はいはい、なめりや梅金の方もぐるっと小学校の方も回りますので、まあ、これに乗るずっと乗ってるっていうことじゃなく、そうよね、皆さんね、その会場で目的があるからね、うん、降りていただいたりしながら。あ、でもそのもちろんね、そういう工房を巡るも楽しいけど、うんうん、その道中も楽しいみたいな。そうそうそう、いいじゃないですか。まあ、このトゥクトゥク2台の他にも、うんうん、マイクロバスも2台入って皆さんが、回りやすいように今回ですね、周遊を強化してますので。これもなんか人気出ちゃって並ぶんじゃないですか皆さん。そうなんですね、それがちょっとね、ちょっと怖いですね。でも子供さんとかも超喜ぶでしょう、はい、これ。そうですね、子供さんもまたスタンプラリーもありますので、うんうん、そういった企画もまた順次ですね、ご紹介していきたいと思います。素晴らしい、はい、
楽しみでしょうがないですね。楽しみです。で今日はですね、うん、インタビューで、その中の工房の一つの鳴竹窯の広津さんにお話を伺っています。なるほど。じゃあちょっと後半はそのインタビューも聞いてみましょうか。はい、はい。はい、ということで、はい、今お話があったようにインタビューしてきたんですか。そうなんです。今日は鳴竹窯さんに、鳴竹窯さんって言ったら、この間行った鍋さんのところの途中ですよね。途中ね、一個手前よね。そうで、しおりんとか初めてだったんだよね。ああ、なるほど。初めてお伺いしました。駐車場もね、うん、たくさんあるから、美術散歩の時は絶対便利ですよね。なるほど。ちょっと上なんですけれども、バス停とかからもちょっと上なんですけれども、鳴竹窯さんの場合はやっぱり車でね、行くのがおすすめですね。駐車場もちゃんとありますので、すごい、なんていうんですかね、もう途中、行く途中、はい、もう本当にこの先にあるのかなってぐらいちょっと心配になりますけどね。そうそう、山道入っていきますけど、ファッてこう開けたところに看板が立っててね、そうなん、こう見に上がっていくところがあって、そうですね、うん、なので、そこまで来てくださる方、来てくださったということで、うん、もう鳴竹窯の広津さんはいつもなんかとてもゆっくり対応していただけます。あ、なるほどですね。はい、あ、じゃあぜひ聞いてみましょうか、このインタビューを、はい、じゃあどうぞ。今日はお時間いただいてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ひろきさんは、うん、もうこの鳴竹に工房を開かれて何年になられるんですか。大体15年ですかね。はい、初めにここ場所を見つけて、そう、いや、いろいろ探しましたね。中川寺っていうか、大体南あった山田、その辺りを中心に探して、大体1年探しましたね。もともと中川市内に住んであったんですよね。そうそうそう、近くは近くなんだけど、自宅が分譲住宅なんで、はいはい、それまで庭にちょっとアトリエと、鎌川を作って、してたんですね、はい、お庭っていう感じで、3坪の建物を建ててっていう感じで、でどうしてもでも隣近所が近いので、なるほど、で焼き物って大体24時間窯焚きするんですね、そうするとどうしても夜中がある、はい、でその夜中にやっぱ近所が私自身が気になる、はい、そうか、そうですよね。周りの人たちは結構ね、大丈夫よと言ってくださってたんだけど、もうちょっと伸ばしたいとか、もうちょっと引っ張りたいとかね、そういう気持ちが強かったので、はいはい、主人にどっか山に行こうかなって相談したらいいんじゃないって言って、それから山を探し出して、で、こういうのになるんだけど、ここのもう景色のいいですね、眺めがとってもいい、この高台。あ、最初は中島公園の周りを見てたんですよ。で、確かにあったんだけど、まあ事情あってそこが、もうそこはいいかっていう、あまりなかなか決まらなかったんで、でずっとそれから探して、たまたまここの人と出会って、ここでよければもうほらおじいちゃん亡くなったから自分の田んぼを作れない、結構3枚あるんだけど、3枚一緒でよければ、もう渡したいって感じで言ってくださって、やっぱ駐車場もやっぱいるし、だから、ね、喜んで3枚分けてくださいって言って、まあ、ね、来たから、そうの、このなんていうのロケーションも大好きだったし、本当に遠くにね、山も眺められて、この目の前、今は畑されてないけど、その当時はね、きっと綺麗な棚田だったんですよ、ね、景色がもうずっとずっとこう棚田になってて、田植えから稲刈りまで見れてたんです、ここでね。ね、こうなんか誰かが本当にやってくれる、またやってくれるというか、またね、で広津さんといえばこのピンクの器がこう本当に人気があって、南方の本1の方に紹介されて、はい、そしてまた認知も広がってですね、たくさんの方がやっぱり南方の広津さんといえばこのピンクの器っていうことで、うち今代名詞になってます。そうですね。ありがたいことに、めちゃくちゃ可愛いですよ ね。このなんかコロンとしたフォームルームがまた可愛くて、ピンクの色っていうのはもう本当広津カラーになってますけど、どういう、なんかこう、だから10年前かな、東京で個展した時に何か特色的なものをどうしても持っていきたいっていうのがあって、まあ、材料屋さんなんかとこう、こういうのがあるよとか、そのよそで出してあったわけじゃなくて、土に透視光っていう顔料を混ぜて、焼き方では綺麗なピンクが出るよっていうふうなことがあって、
でじゃあやってみようって、で私の焼き方に多分あると思うよっていうのがあったし、まあここになるまでは何回もこう、やり直しやり直ししたんですけどね、で、まあ、東京に持って行ってやっぱりすごく良かった、好評だったっていう、そう、なんかこうすごくそうですね、この広津さんがでもずっとこれっていう風にすごく感覚的にきっとフィットするっていうか、今はね、なんですよね、はい、もうこれを見たっつってここまで来てくれるんです、広津さんの器は結構柳川とかの、はい、うなぎ屋さんで使われてたりとか、はい、あちこちで受注生産もされてますね、そらさんにもありますよね、そらさんもその、だから、南方の本ですかね、あれを見て、あのピンクを見て、でピンクを使いたい、そうなんですね、かわいい、そんなあのね、広津さんはもう本当に美術散歩にも、1回目からご参加いただいていて、もう長いんですけれども、まあ、体験とかもしてくださって、ここでしましたかね、あ、そっか、去年は去年からされなかったんですね、体験ね、まあ、どうしてもこう体験をすると接客のお客様、見に来てくださるお客様と交流ができないっていうので、それと焼き物はその日に出来上がらないんですよ、そうですよね、どうしても、ね、2ヶ月3ヶ月待ってもらうと、やっぱり気持ちもね、だんだんこう冷めていくというか、だからもう向き合って話す方がいいかなっていうのもあったから、去年からちょっと体験なしでお渡しさせてもらった、はい、そうですね、そっか、なんか美術散歩その5年、今度6年目になりますけど、されてどうですか、そうね、去年はそうやってお客さんとしっかりお話できたんですね、その時にやっぱりいろんな声初めて聞かせてもらったんだけど、遠くから若い子だったんですけどね、うわこんなのが南畑で合ってると、で自分たちが若い時にはなかったね、もちろんその大学出て中央に出て行って里帰りたまたま知ったって、南畑出身の人、いいですね、でこんだけそのアーティストがいるって知らなかったし、ってなんかもう自分たちが帰ってくる楽しみができたねって、男の子だったんだけど、そういうのを聞くとね、やっぱり、ね、行政も頑張ってくれてたり、個人的に頑張ってくれたり、いろんな人がね頑張ってくれてるから本当ですね、できてるんですけどね、じゃあそう南畑はそうやって地域の方が活性化協議会立ち上げて、そうやってこうアピールしていこうっていうね、大きな流れがあって、そうそうそう、今すべてね、最初はねってやっぱこの話になるね本当ですよね、本当にさ1回目は本当にお客さん来るかいなみたいなところで、もう本当に手探りでしたね、夜中までまだ終わって、はい、準備がね終わってない、そうなんですね、やっぱりほら地域広いから南方っつってもね、そこを走り回ってあったんだと思うんですね、であれが足りないこれが足りないで多分してあったんだと思うんですけど、その年がすっごく多かったんですよね、1回目ですかね、やっぱり1回目が一番、もうそのなんていうのだから私はその時体験してて、まあ、体験の中にもちろん役所の人もいらっしゃってね、ここそうやって行政もねちゃんと参加しながら力をね、持ってきてあるっていうのが伝わってきたんですよね、だからこれは舐めちゃいかんって、そんな思いでした、ね、2年目からなんかいろいろ各工房もちゃんとこう心準備してくれるようになって、なんかね、千穂さんがですね、まだあの千穂さんは県外に出られたりしてたので、もともと地元なんですよ、もともと地元なんですね、どこですか、寺蔵出身、そうなんです、そうなんです、市長の娘さんですね、なんですけど、今度は南畑に去年帰ってきて家を建てて、子育て今、南畑でやってらっしゃるんですけど、その南畑のここ最近のその変化をね、そう私も知らなくて、なんかこういう工房があるとかも知らなくて、なんかそれはちょっと嬉しいです、すごくあちこち連れてって教えて、いや本当にさっきの男の子の話、本当に一緒です、だからすごい共感しました、なんか人に教えてあげたいと思います、こんなのがあるんだよって教えれるところがこんなにいっぱいあったんだと思って、そして
若い人たちが頑張ってあるよね。それすごい感じます、そのおじいちゃんたちが頑張って、それでようやく今ですね、未来協議会の方、活性化協議会ですね、今の未来協議会の方には新しい、若い方とかが入ってくるようになって、また千代さんみたいな方もこう活性化の事業に入ってきてくれるようになって、お地域がやっぱりこうね、私は遠目ですけど、こう離れてるからね、遠目で、インスタなりフェイスブックなり見せてもらうんですけどね、若い人たちがこんなに頑張ってるって思って、それ思います、私も、ね、なんかやっぱ15年前にはなかった動きが今はすごく活発に行われてて、もちろん今もね手探りなんですけども、それでもこう若い人たちが関わり始めたっていうのは何よりだなってすごく思いますね。だからここまで来るのに、そのボーフラー館の区長さんたち、どうなるかわからないものにね、あんだけ頑張ってくれたっていうことがね、大きいですよね。あれがやっぱりねきっかけとしてのがあるんでしょうからね。でもやっぱ何より美術散歩は作家さんがいないとできなかった、始まらないですよね。もので本当作家さんあってのイベントだと思ってね、いつも本当に感謝してますけれども、私たちの今年の美術散歩はどんな感じで。そうですね、だからもう体験はね、そういう意味でうちは本当持って帰れないので、やめて、やっぱりお話中心と、今年はシェフの、シェフ木口さんの、これいつもあれ置いてるんですけど、カレーですね。カレーが名刺だけちょっと今分かったから、そう、もうヒロさんのところはね、ここのカレーを、はい、でも美術散歩の時はされてませんですね、今まで。そうそう、なかったんですよね。あ、美術散歩でされるんですか。ご両手にね、シェフが来てやってくれたんですけど、そうですね、フレンチのお店で、まかないカレーとしてシェフが、スタッフに作ったっていうところから始まったまかないカレーなんですけど、そのカレーを出そうかなって思ってます。あ、本当ですか、今年、はい、いいですか、いや、いいです、それ本当に。そっか、リーフレットとかにはもしかしてもう載せれないですけど、フェイスブックとかでぜひご紹介させてください、はいはい、だからカレー皿とカレーのセットでいくらって、あ、それ持って帰れるやつ、そうそうそう、バージョンされる、はい、それをしようかなと思ってます。なんかね、ひろさんイベントで時々それされてますもんね、はい、そうそうそう、だから私が作ったカレー皿にカレーをお出しして、ざっと洗って持って帰ってもらえるようにしようかなと思って、だいたい新着20名ぐらい、新着20名結構朝一でこれだけスタッフだからそうでした、あ、そうでした食べる気でいるなんかね、そんな感じは思ってますね、楽しみですね、はい、だから今からちょっと、ね、それまでにカレー皿の面白いのをちょっと作って、お、今から作って、今から作ります、はい、ギリギリ間に合うかなと思って、最新作ですね、そうです、素敵ほやほやそれはぜひ皆さん鳴竹川の方に、ここは本当にね離れているから、ここまで来てくださったなんかこう特典みたいなのを、ね、味わってもらいたいから、何がいいのかなっていつも思いながら、本当ここまでね上がってきてる多いんですよ、結構ね、だからカレーの匂いも一緒に、ここは本当に駐車場が結構止めれるので、皆さんここまでは本当に車で上がれるっていうことで、ね、2号がちょっとね、2号がね先行中がですね、だけど大丈夫です、皆さん優しい人たち、そうです、ちゃんと利用できる場所がありますので、ぜひ、それは楽しみにしてます、楽しみにしててください、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい、僕からも聞いてみていいですか、はい、ひろさんの南畑の好きなところを一つ挙げるとしたらどんなところですか。南畑のいいところですね、はい、この静かな場所、深い緑と、こう川の音、音せせらぎというか川の音、その鳥の鳴き声、とこう自然の音、こう街にはない音が聞けるんじゃないかなと思うので、目にもよし、ね、そういう五感にこう感じるようなものがあるんじゃないかなと思います、はい、でそういう中で作る、陶芸がまた器が、そうですね、
あの、きっとインスピレーションを与える。そうそう、私だからの土でこう自然にもこだわってるんですけど、うんうん、形も、うん、あのこう扱ったんじゃなくて自然にこうほっこりできるような、うん、こうぬくもり、土のぬくもり、うんうん、そういう時間とかそういうなんていうのかな、その人が感じれるものがあればいいかなって思って作ってますね、うんうん、いつも、はい、うん、ほっとしてほしいっていう、ほっとします、本当に、うん、だから私自身作るときに私自身ももういつでも自然体でいたいっていうね、うんうん、その中から生まれるんじゃないかなと思うので、うんうん、この町の自然と、うん、私の自然体、うん、で土も本当に、ね、あの粘土なんで、うん、やっぱりそういう温かみがあるんじゃないかなと思います、うん、そういう思いで作っております。ありがとうございます、うん、素晴らしいです。いいご質問でした。ちなみに土、土は、はい、あの中側の土っていうのはですね、もうめったないんですけど、はい、あの今の材料屋さんが、はい、もうあの家はどこのでも取り寄せができるんですよね、はい、だから小石原っていうのはそれは唐津っていう、まあ、はい、唐津はもう買いに行くんですけど、はい、で時々あの粘土質を持ってきてくれる人があって、はい、これ作れるんじゃないっていう、だからそういうのはだいたい粘土って精神する時間もかかるし、はい、私一人でやるからそういう時間がないので、あの市販のものと混ぜてできるだけこう、ね、そういうのは活かして使おうかなと思ってます。あ、じゃあ南畑の土を混ぜて使うことがあるんですね。もう何回かありますね。あ、そうなんですね。あのどうしても精製していなくて荒いのだったらこう漏れる、うん、染みるっていうのがどうしても強いので、うん、だから目の細いのとこう混ぜて締めて、それぐらいかな。精製する時間はどうしてもないので、一度使わせてもらってっていうのはありますね。ありました、ありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。ひろつさん、ひろつさんのインタビューを聞いていただきましたけど、はい、こう美術散歩にかける思いっていうのがこう年々熱くなってる感じを、年々、はい、最初はなんかどうなんだろうみたいな感じだったんですよね、様子見がね、最初はみんなそうでしたね。あの本当にあの工房、各工房本当に人来るのかなっていうところでやってたので、そうですよね、そこからするとですね、うん、もうだんだん充実して、まあ、こう定着した感がね出てきた感じですよね。そうですね、しかも今今年は本当に地域の若い方たちが、うん、あのかなりあのアイデアも持ち寄って運営しますので、うん、こうご期待という感じですね。なるほど、はい、改めて日にちを言っときましょうか、はい、11月の17日の日曜日になります、はい、うん、日曜日、はい、まあ、大体時間的には何時から？時間的には10時から4時までになって、うん、そういうまあ、ね、行き来するトゥクトゥクとかもそういう時間帯に合わせてスタートするって感じですよね。そうですね、もう本当にちょっと本当1日なので、うん、もう ご予定合わない方残念なんですけれども、うん、まあ、あの今回のマップにもあの常時空いているギャラリーっていうのもちょっと、うん、示せるようにしてますので、その日だけじゃなくて、まあ、もし行けなかった方はちょっと違う日にも訪ねられるかな、うん、ところもあるということですよね、はいはい、いや楽しみになってきましたけど、はい、まあ、まだね少し日があるので、うん、この番組でも追って、そうですね、毎週、うん、あのどなたかさあのご紹介していきたいなと思ってます。はい、じゃあ今日はインタビューどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日もあっという間でしたけれども、そうです ね、 ちょっとふるさとウィッシュがこう終わってしまうのは寂しい気もしますね。寂しいですね。あっという間の1週間でした ね、 ですね。ちょっと早くポスター外してほしいですね。なんでですかこれ、素敵じゃないですかこの写真。ということでじゃあちょっと告知をいくつかお願いしたいと思います、はい、まずは告知1つ目なんですけども、9月の26日木曜日、はい、先週も、告知ちょっとさせてもらったんですけども、うんうん、夜の7時から、はい、南地区公民館の1階で風景からの魅力づくりという紀藤さんが、ね、そうなんです、私も参加させていただきます、はい、これが行われるので、はい、ぜひ、直接です ね、 そうですね、来ていただいていい、うん、ということですので、まあ、なんかこう簡単な勉強会というか、うんうん、座談会のような感じで、はい、南畑の風景をこれからどうやって守っていきましょうみたいな、大事なことですよ ね、 そうですね、南畑の風景守っていくっていうのは、はい、本当に、はい、ぜひご参加ください、はい。
そしてもう一つですね、墨付けの方からイベントが開催されます、はい、ちょっと長尾さんから詳しくお願いします。墨付けの方では10月5日土曜日ですね、もっと南畑空き家を巡る南畑ツアーと題してですね、うん、南畑の空き家を巡りながら、そうやって南畑の景色バスハイクしながらですね、ちょっと楽しもうというツアーを企画しております。墨付け中川に掲載されている空き家や売り地ですね、そういったものをこう中を見れる物件もいくつかあって、中も見ながら、あとはこう、まあ、その現地に行くことでやっぱり暮らしのイメージが膨らみますので、まあ、そういった、暮らしのイメージを膨らませていただくっていうイベントです。途中ですね、お昼ご飯には梅金のまどかさんでランチ、あ、出たをご用意しておりますので、あそこ美味しいんだよね。そうなんです、この間試食してきましたけれども、ね、スープランチをご用意しますけれども、スープランチ、はい、いいな、いいですよ。もうだいぶ行けてないんで僕も行きたい。あ、それはぜひ金土日しか行ってませんけれども、うんね、ピザが焼かれていたり、めちゃめちゃいい季節です ね、 ねパンも作られてるし、はい、ぜひお疲れの紀藤さんにも、そうだ、紀藤さんにはぜひ清流でお風呂入ってとかさんでピザ食べて帰りたい。癒しの南畑ですからもっと癒されたい。そうなんですね、この企画、そうですね、まだ申し込み受け付けておりますので、うん、お子様も、うん、どうぞご参加ください。本当ね、この間もさっきちょっと流しましたけど、ラジオに出たりとか、まあ、南畑の話もそうだし中川の話をすると、うん、もうほとんどの人が住みたいって言われる。なんかまあその、まあ、便利さもあるし、そういう、まあ、こう程よい仲もあるし、なんかやっぱりこう僕らが楽しそうにやってる雰囲気がすごくいいみたいで、住みたいって言われる。そうなんです、ね、そう。じゃあ Facebook のイベントページや、はいはいはい、住みつけ中川のインスタでご案内しています。ボブラ会議の方にご連絡いただいても、大丈夫です。なるほど、はい、問い合わせ先は番号とか言っとかなくて、問い合わせ先は、はい、090-5383-0651までご連絡ください。はい、じゃあぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしています。じゃあそんなもんかな。はい、はい、ということで今日はふるさと石のね、はい、にぎやかになってますという中川市南畑のお話題と、なるたけ釜の広津さんのインタビューで、はい、11月に行われます南畑美術散歩に向けて着々と準備が進んでますよという回でございました、はい、なんかもう本当に涼しくなってきて、そうですね、と言いながらも収録中は汗をかいているんですけれどもいやいや大丈夫ですよ。昼間はねまだちょっと暑いですもんね。まあでもね、まあでも涼しくなるとちょっとこう風邪ひいたりとかもあるので、うんうん、皆さん体調を崩さないようにこれからも頑張っていきましょう。はい、はい、ということで今週の南畑物語ここで終わりたいと思います。はい、さようなら。